陽艇山、陽艇山は北海道尻部市地方南部、イブリ国北西部にある標高1898メートルの清掃火山である。尻部山として日本百名山に選定されている。陽艇山は塩水系の清掃火山で2003年、平成15年に気象庁により活火山に指定された。山頂には直径700メートル、 深さ200メートルの河口、父川があり、西北西斜面にも川河口、母川、小川を持つ。四骨東屋国立公園に属し、山頂は、くっちゃん町、きもべつ町、京国町、まっかり村、にせこ町の境をなしている。一等三角点、天明、まっかりだけの旧山頂が1892.7メートル、三等三角点、天明、 海隅の北山が1843.7メートルである。山腹には、北キ,キツネ、エゾクロテン、エゾリス、エゾシマリス、エゾモモンガ、エゾユキウサギなどの哺乳類が生息しており、130種類以上の野鳥がいることも確認されている。山頂付近には、高山植物であるコマクサも見られるが、本来の植生ではないため除去も行われている。 ほぼ完全な円錐形であり、富士山によく似た、その整った姿から、エゾ富士とも称され、各地にある郷土富士の一つとなっている。明治、大正から昭和にかけて尻べシ山、尻べし山、広報要定山、産、マッカリのプリ、エゾ富士の呼び名が並存していた。また一部の地図には、マッカリ山、マッカリ山の表記も見られた。陸地測量部の1920年、 大正9年発行の5万分の一地形図、ルスでは、シリベシ山、エゾ富士と記載されていた。しかし難読であったことから、地元のクッチャン町が、幼邸山への変更を求め、国土地理院の1969年、昭和44年11月発行の地形図から、幼邸山と書き換えられた。このため現在の幼邸山の名が定着することとなった。 救命である広報要定さんは、斎明天皇五年、六百五十九年五月十七日上に、安倍平夫が軍領を置いた、イカ島と、ウホナというエゾが軍家としていただきたいと願ったため、儲けたと、日本書記に記されている、地名広報要定、シリベシに由来する、実際に、同じ場所を指すかどうかは不明。なお、広報で、リエと読み、 植物のギシギシの歓名であるギシギシを和名で、詩と読む。アイヌの人々はマッカリヌプリもしくはマチネシリ、メス山と呼び、南東にあるシリベツ岳をピンネシリ、オヤマと呼んだ。なおシリベツ岳は、広報妖帝山に対して一部のファンの間では、前方妖帝山と呼ぶことがある。活動は大きく三体崩壊以前の古妖帝火山。 三体崩壊後の新洋帝火山の2期に分けられる。どちらも主な岩石は安山岩、霊サイトとなっている。ただし、古洋帝火山は比較的反殖量が多く、核戦石や石英を含むのに対し、新洋帝火山は比較的反殖量が少なく、核戦石や石英を含まない。約6から5万年前に古洋帝火山が活動を開始し、 小規模なプリニー式噴火を繰り返し、活発に軽石や火山灰、溶岩流、火砕流を噴出した。この活動によって、約4万年前までに、標高1700メートル程度の清掃火山を形成した。古洋帝火山は活動終了時、あるいは新洋帝火山の活動開始時の、約4から3.3万年前に、山体崩壊を起こし、 体積にして1 3トルの土砂が山体再録に流化したと推定されている。古陽帝火山の活動終了後、約7000年程度の旧式を挟み、約3.3万年前に新陽帝火山が活動を開始した。新陽帝火山では主にストロンボリ式噴火による活動が多く見られ、陽帝第一カルシ、スコリア層を噴出させる噴火など、 大きなプリニー式噴火も時折発生している。最近1万年間は山頂付近の河口が活動の中心となっており、約1万3500年前の噴火以降に少なくとも6枚の高架火山灰が確認されている。最新の噴火は約1000年前に発生したものと推定されている。また、約4000年前の噴火では、くっちゃん町市街の一部まで溶岩流が到達した。 北西のふもとに火山活動で生じた火口湖。火口の中に火口径より小さい溶岩ドームが形成されたため半月型をしている。面積1.3平方キロメートルと小さめの湖で周囲には原生林が密生している。半月湖の脇にはくっちゃん町が設置したキャンプ場もある。半月湖周辺から登山道周辺の植物群落が 広報用定産の鉱山植物体として国の天然記念物に指定されている。1921年、大正10年3月3日指定。用定山山6付近の入植は明治年間から行われているが、しばしば山頂付近に存在する崩壊地から発生する土石流の流下により人的及び物的被害を出してきた。崩壊は現在も続いており、 大規模な崩壊が発生した際に巻き上がる土砂の煙は噴火や山火事と間違われることがある。陽亭山に登るには、くっちゃんコース、半月湖から登るコース、京国コース、まっかりコース、肝別コースの4種類がある。どのコースも登山には4時間から6時間程度がかかる。9号目付近には40名収容の陽亭山避難小屋がある。 有料の避難小屋であり、毎年6月中旬から10月中旬には管理人が常駐しているが、水や食料の販売は行っていない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。